韓国で史上最悪の大気汚染、毒ガスレベルに。現在、韓国の全土にて、観測史上最悪の大気汚染が発生しております。この原因なんですが、韓国国内の汚染物質が、風がほとんどないため、溜まっていることと、さらに中国から PM2.5 などが、 大量に流れ込んでいるため、このような史上最悪の大気汚染が発生している模様です。これに対して韓国人らは次のような発言をしております。外気に触れる全ての場所で脚足が途絶えたように思う。PM2.5 の状況があまりに深刻で、毎日毒ガス攻撃の訓練を 受けている気分だ PM2.5 の警報が出ると売り上げが3分の1に減るが今日はあまりにひどくランチタイムでも客が来ないもともと3月には PM2.5 のせいで客が減るが今日のように客が全く来ないのは初めてだ自分も働きながら PM2.5 を吸うことになるのでつらいが客が来ないことの方がつらい PM 数日家の中にいたが、息苦しくて公園にやってきた。人が全くいなく、見捨てられた公園のようだと、このように話されてるんですけども、この韓国、現在日韓関係が悪化しているだけではなくて、このように健康にですね、直接的に直ちに被害が出る形で危険な 多岐汚染が進んでしまっておりますので、皆様、韓国には行かないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。